そう。大丈夫ですよ。あ、大丈夫。うん。あとがブレーキなんて、やっぱ優しい運転ですよ。あ、そう。うん。大丈夫。優しい運転。俺優しい運転。溶接は呼ばないとそこで溶接でそこで結構受けてますからね、うん、このフレームをもっと視点と、うんうん、ここが外れるとやっぱりもうこれが、うん、ダメだよね、うん、向こう側も暗く書いてます。外れてはないですけどただやっぱりこれが当然片側外れるとよく逃げない。あ、逃げるもんね、向こうに出るから、うんうん、こんな感じですよね。これ外れるとまずいな。これちょっとさ、はい、溶接するか。溶接するか。そうだよね。まだ揺れてない。あ、揺れてる。地震だ。え？地震だよね。あ、地震だ。結構ゆらゆらしてる、うん、私が揺れてるかと思ってた。本当だ、本当だ。他もちょっとなんかベースのとこも暗くなってベースの
上か下か。もうこれね、削れちゃったから位置があるから結構ね負担かかっちゃう。こうか。そうですね。ここ乗ってたのか乗ってたのか。このボルトがこれでいいだ。そうですそうです。そう、あちょっと待って。これこうつくじゃないですか。うん。こうつくんですよ。これが外面だから。うん、で、こっちですよね。溶接機あるか。溶接機。溶接機。この向きですね。これクラックか。なんだ。ちょっと寒い
はい、削っちゃいけないからね、ちょっとね。こう、こう丸くね、当たらんところだね。それがさ、材質を変えればいいと思うんだよね、これ。この、こいつそのものがさ、溶接しにくいんだよね。その横に逃げていっちゃう。そうだね。弱いとこ弱いとこ逃げていっちゃうからね。そう。昔はね、ちゃんと来てもね。でもさ、これ見ると分かるけど、あそこなんかもさ、全部溶接でやってるんだよね。だからアメリカのフレームなんかは本当にエッチコーじゃん。シーちゃんとか。あれで揺れても別にどんどんないんだよね、この状況。ここはちょっと光ってるからね。ああ、ちょっと裏側はね、こう申し訳ない。結構テンションが高いですね。ジェットスキーの引っ張るやつと一緒だよ。聞かれたの。